ばい、うわ怖いねこれ、残酷すぎる、イケメンだぜ。はいどうも皆さんこんにちは、ボルボックスでございます。さあ今回もお前がモテたいって言うからだろ、こちらの続きをやっていきましょう。それで前回、トゥルーエンドかなを回収いたしましたので、再び選択肢最初まで戻りまして、やり直していきましょう。それで、ハルトくんが、うん、前回であればハルトくんが、公園で、夏美くんに告白するシーンなんですが、今回は言えなかった選択肢を選びました。さてどうなるんでしょうか。きっと最初で最後の唯一のチャンスだったはずなのに。そんなに重い重くない、大丈夫、そんな考え込まなくてもよくないね、まだ最後と決まったわけじゃないからね、ハルトくんちょっと俺のせいでなんかハルトくんが絶望に向かっている。やっぱり前回選んだ選択肢はね、ひょっとしたらバッドエンドに向かうものだったんでしょうか。だけど言えないよナッチン、うん、普通はそうだよね。でもああはいはい、なるほどな。前回ハルトくんは告白せずにね、なんだろう、みんなに好かれているとね、とてもなんだろう、曖昧なことを言ってしまったんだよね、うん、夏美くんに対して。つまりクラスのやつらみたいな、うん、そういうことだよね、そう捉えてしまうよね。ナッチンの言葉でハッとして、ある日の教室でのやり取りを思い出す。どうしたんだよナッチ、急に大声出して、つうか心の声がダダ漏れすぎんだろ。安心しろって、俺はお前のこと超愛してるぞ。うん、そしてやっとクラスの他のやつらの冷やかしと同じだって誤解されてるんだと気づいた。誤解というかね、あの発言では誤解も何も、そのクラスの子たちと全く同じことをね、ハルト君もやってしまったことになるけど、本当はそうじゃないのにごめんねどうしてもね、うん、別のエンディングを回収するにはちょっとめたいこと言っちゃうけど、うん、あの選択肢も選ばなければならなかったんだけど、本当の気持ちをナッチに伝えすいません、伝えられないなら、そう思われたって仕方がない。俺に勇気がないからね、前回とは全く別の選択肢を選んできているんで、ガラッと結末が変わると思うんですが。わかってるわかってる、ハルルのこと俺もすっげー好きだし、うん、なんか恋人エンドというよりは友達エンドを迎えそうですね。そう言って、明らかに、ん？明らかでいいのかな、笑うナッチンの笑顔が胸に痛い。ナッチンはさ、いいやつだよ、一緒にいて楽しいしさ、友達になれてよかったって本当にそう思ってるんだからな。好きだって思ってることは伝えられない、でもこのままなのも嫌だ。うん、よく言った、挽回できるかも。せめて適当な冷やかしなんかじゃなく、本当に、慕ってそばにいるやつがいるんだってことをナッチに伝えたい。ハルル？なんだよそんな急なマジな空気出して。だって本当にナッチンがモテて彼女とかできたりしちゃったらさ、俺たちと遊んでくれなくなっちゃうんじゃ、なっちゃうんじゃないかなって。うん、そうだね、遠回しではありますが、なんとなくいい方向に向かいそうですね。そしたら寂しくなっちゃうだろ。うん、さあ伝われ伝われナッチンに、うん、このハルトくんの気持ちが難しいね今回ね。うん、この行為を、ハルトくんの行為を夏美くんに伝えるのは今回かなり至難の業かもしれません。あ、そんなこと考えてたんかよ。もちろん応援していって気持ちもあるんだけど、ごめん
本当に思っていることとはちょっと違うし、なんだか子供の言い訳みたいだって自覚もある。うん、苦し紛れではありますが、なかなかいいね発想だったかもしれません。でもきっとこういう気持ちも少なからずあったんだろうな。うん、そりゃバイト始めてからハルルともハヤオともあんま遊べてなかったけどよ。ん？どうなる？ BGM が消えましたが、私のパソコンが壊れたわけじゃないよね。ね、この確かに私のパソコンもそろそろ限界なんだけど、このゲームちょっと急に BGM 止まっちゃうことあるんでちょっと怖いですよね。うん、ちゃんと録画できてるかな。ああ、そう。ん？響いてないな、この感じ。ハルト君の気持ちがね。え？そんなに言うなら仕方ねえよな。ナッチン？あ、バイト辞めちゃうかな。気のせいか、ナッチンがニヤニヤしているように見える。うん、ニヤニヤしてるね。どういう感情？どういう感情？ナッチン今。この子本当に読めないね、前回から。うん、心が。しょうがねえから、モテるのはまた今度にしといてやるか。うん。あ、そういうことね。うん。なんだろう、ハルト君の気持ちを受け止めてね、みんなで一緒につるむ方向をね選んだのかな。ね、実際に彼女できちゃうとね、うん、男友達とつるむ機会なくなっちゃうからね。なくなるっていうか少なくなるのか。え、寂しがらせたらかわいそうだからな。なんでそんなに嬉しそうな顔してんだよ。ナッチンはなぜかすっかり気分を持ち返したみたいで、むしろ今にも鼻歌を口ずさみそうな気配すらある。なんだろう、やっぱり夏美くんって、夏美くんもひょっとしたらハルト君のこと好きなのかもしれませんね、心のどこかで。うん、だからこんなに浮かれてるんじゃないのかね、ハルト君にそんなこと言われて。だとすればこの二人はやはり両思い、元から両思いということになるんですけどね。うん、でも夏美くんは女の子にモテたいって言ってるからね、ちょっとこれわかんないね。彼はのんけくんなのか、それともそっちのけがあるのか、どっちなのか。冷やかしじゃないって分かってもらえたかな。うん、そこだよね問題は。告白をしたわけじゃないけど、せめてそれだけでも伝わったなら。じゃあ俺バイト辞めるわ。うん、やっぱりそうくるよね。は？なんだよ、ハルルが寂しいって言うからだろ。いや、だけど急すぎるだろ、せめて1ヶ月とかは。ナッチンの思いっきりの良さには本当にびっくりさせられる。1ヶ月頑張ってるうちにモテて彼女ができるかもだろ。いいのか。おっと、これは脈ありかもしれないね。なんか煽ってきてるね、いい意味で。夏美くんはハルト君を、それはあり得るのか。すっかりと、いつものナッチンのペースに翻弄されてしまっている。ナッチンはナッチンでいよいよ上機嫌に笑い出して、笑い出したりして。 くそなんか悔しい。そう思いつつも最近ずっとモヤモヤしていた心のつっかえが取れたような気がした。やめるにしたって今日はちゃんとバイト行けよな。あ、そうだな。これは忘れてたって顔だ。うん、はい、じゃあこれなんだろう。あ、傘渡すのかな。ん、折りたたみ傘。なっちん、今日の天気予報見てないだろ、夜雨降るってさ。貸してくれるのか。俺が家に着くまでは天気も持つだろうし、持って行ってよ。おう、サンキューな。ナッチンさ、持てないって言って、ふてくされるよりいつも通りの方がいいよ。うん、そうだね、明るいね。やっぱりふてくされていたんだね、前回は。うん、そんなにふてくされてたか。出たよ。俺にそう言われたからか、ナッチンは少し罰が悪そうに、頬をかいて。
なんでそんなにモテたかったんだか忘れちまったな。うん、まあ大体高校男子なんてこんなもんですよね。わかんないけどさ、うん、モテたいと思ったことないから、うん、なんでだろうね。病気か。俺も俺でちょっとまずいね。もう二十歳も超えているんですけど、なんでこんなにモテたいと思わないんだ。やっぱり束縛されることを恐れているのかね。怖いね束縛。うん、ちょっと興奮するけどね。やばいな、俺の今日のテンション。うん、でもやっぱりいざね彼女とか作って、うん、しまうとこういうことできなくなっちゃうからね。うん、楽しくゲーム実況できるかどうかわかなくなっちゃうし、はい、だからやっぱり、うん、まだ一人身の方がいいのかな。はい、すいません、ちょっと急に一人語りじゃなくて自分語りが芽生えてしまった、なんて言うもんだから俺も思わず笑ってしまう。なんだよそれ。じゃあまた明日な。おう、行ってくるわ。ふと顔を上げてみると、これから雨が降るってのには、空はとても綺麗な夕焼けをしていた。うん、そうなんだ。ひょっとしたら逆にこっちが、逆にっていうかこっちがトゥルーエンドなのかな。前回は普通の、あ、すごい、ファミレスだったかな。どこでバイトしてるんだっけ。コンビニか。うん、なっちんコンビニでバイトしてたんだよね。ん、バイト先ここ違うかね。どう見てもファミレスだからね。あれから結局なっちんはバイトをあっさり辞めてしまった。うん、あ、後日談だね。初めてのバイト代を、もらったなっちんがあまりにも嬉しそうに、次の休みはみんなで遊びに行こうぜなんて言うから、俺とハヤトはうなずくしかなかった。なっちんの言うみんなってさ、大体俺とハヤオとなっちんの3人のことなんだよな。まあ3人ってちょうどいいよね。うん、ああ微妙に食い足りねえ。メガサイズのハンバーガーにしときゃよかったな。え、もう全部食べちゃったのか。相変わらず早食いだな、なっちんは。落ち着いてゆっくり食べないから物足りないんだよ。満腹中枢が何食ってんのか、理解追いついてないんだって。なこと言ったってもう食べちまったし。あ、ハルル、まだこんなにポテトが残ってるじゃないか。欲張って L サイズにするから。食べきれねえならちょっともらってやろうか。は、何言ってんだよボケ。あ、ボケじゃない。ポテトだった。ちょっと言い間違いが、急に口が悪くなってしまった。ハルト君、ポテトが俺の好物なの知ってんだろ。味わって食ってるんだから。あ、こらやめろよ。おいおい、お前ら狭いんだからわちゃわちゃするな、ジュースが倒れる。あ、俺じゃないって、ナッチンが。もうろい、しなしなポテトうめえ。あ、うまいよねそれね。あ、たくもな、あなあ、この後どこ行く、カラオケかボーリングか。あ、俺ゲーセン寄りたいんだけどな、好きなゲームのプライズ出たところだから早めに取りに行ってきたいんだよな。プライズって何、いわゆる景品ですね。あ、クレーンゲームとか、の景品のこと。へえ、うん、俺は全然いいよ。よし、そんじゃあさ、この後ゲーセンで勝負しようぜ。勝負？ガンシューティングでもレーシングでもとりあえず勝負んで、最下位になったやつは罰ゲームな。出た罰ゲーム、すでに嫌な予感しかしないんですけど。ちなみに罰ゲームの内容って、一人でプリクラを撮る。うわ、きつい、そりゃきついね。プリクラの中ってどうなってんだ。未知の世界だね、私にとっては。狭いのかな、やっぱり狭いんだよね。うん、ふざけんな、あんなメガ盛りクライマックス映写機、ん、映写機で撮ったらしがない男子高校生が無駄に美肌でバッチリデカめ加工の餌食になるに決まってる。
しかもずっと受け取れるんならまだしも、笑いのピークあっさりすぎる上に後の職に何これほじられる、ほじられもしねえって最悪でしかないだろ。あはははははちょ早よ落ち着けって。よし分かった、その勝負受けてたとじゃん、それで絶対任せ。そんでどんなプリクラになったとしても薬とも笑ってやんねえからな。うわなんか変な火つき、つき方しちゃってるし、もうなっちん流行って妙なところ負けず嫌いだよな。よっしゃよっしゃ、ちょっと二人とも俺が負ける可能性だってあるんですけど、見たいね。うん、ハルト君のプリクラ姿、その時はめちゃくちゃ笑ってやるから安心しろ、ハルレ。俺も笑う、すげえ笑う。ダメだこいつら。とりあえずさ、勝負なのはいいけど、二人とも頼むから、ゴールデンウィークの時みたいなガチ喧嘩だけにはなるなよ。ガチ喧嘩したんだね、ゴールデンウィーク。ああ。いや、大丈夫でしょ。ま、大丈夫だろ。なんだこの空気。え？ハルル怒ったらマジ怖いもんな。ほんとそれ。ん？ハルト君がキレたのか？俺？ほっとけばいいのに、すごい必死になってさ、逆に見てらんないっていうか。俺は、なんか感動した。あ、それちょっとわかる。あ、そういうことだったんだね。止めに入った、ハルト君が情熱的だったんだ。誰のせいだと思って。てか、俺の話じゃないから。喧嘩しねえのな。しないしない。しないって、多分。っていうか、ナッチン次第。もう、はいはい、分かったよ。大丈夫？ BGM がさっきから。情緒不安定だけど。BGM が情緒不安定すぎる。ね、ついたり消えたり、ついたり消えたり。大丈夫かな？そんじゃ行くか、ゲーセン。結局好きだって気持ちをナッチに伝えることはできなかった。それは俺がすごく臆病だったから。だけどこうして3人でいつものように過ごせることにすごくホッとしていたりもする。もし伝えることができていたとして、それでもみんなでこんな風に笑い合っていられたのかな。今の俺にはその答えがわからない。なんかまた終わりそうだね。けれどもしもいつか俺がもう少し強くなって、その時まだ俺がナッチンのこと好きだと思っているなら、その時こそちゃんと勇気を出して正直に気持ちをぶつけてみようって思う、うん、それまでは友達として、あ、やっぱり友達エンドかな、3人で過ごせる時間を絶対に大切にしよう。そうですね、終わっちゃいましたね、うん、でもなる期待の空に打ち当てれる君の笑顔でんかな、突然
思ったんですけど、エンディングに登場してた女の人誰？謎の人物がいる。ということはまだエンディングが全部回収しきれてないってことだね。ちょっと待って、あの選択肢を組み替えながらちょっともう一回やってみましょうか。はい、ということで、一番最初の選択肢までやってきました。どちらももう選択済みの、選択肢なんですが、前回はアルバイトしてみるとかを選択しました。今回ひとまずこちら選んでみましょう。まあここからは流れ一緒なんで、次の選択肢まで飛ばしたいと思います。さあ2つ目の選択肢でございます。前回バイトを進めた後に、返信せずにね、夏美くんから連絡来たんですが、返信せずに眠ってしまったんですが、今回返信してみましょう。はい、ということで、ハルトくんが告白するところまで戻ってまいりました。ね、前回回収したエンディングと今回回収したエンディングの選択肢をごちゃ混ぜにしているんで、流れ変わると思うんですけどね、あのエンディングのに出てきた謎の女性もわからないままなんで、まだね、まだエンディングがあると思うんですよ。はい、なんで今回は、大胆に告白してみましょう再び。誰に言って、それは俺に、言ってしまいました。告白でございます。あ、ハルル、あ、だから俺にだよ。あ、今回ハルトくん結構強気だね。ちょっと流れ変わったんじゃない？いいよ。とうとう言ってしまった。俺、ナッチンに。俺にとっては気まずい沈黙が一瞬流れる。ああ、はいはい、ありがとな。え？ったく、ハルルもかよ。俺は真面目にモテたいって言ったのに、クラスのやつも、やつらもみんな茶化すんだもんな。あ、違う。いや、でも今までちょっと元気出たわ。サンキュー。あれ、やっぱり、なんだろう、流れ同じかな。俺の勘違いか？なんだよこれ。俺だって真面目に言ってんのに。どうしたんだよナチ。急に大声出して。つうか、心の声がダダ漏れすぎんだろ。安心しろって、俺はお前のこと超愛してるぞ。クラスの他の奴らの冷やかしと同じだと誤解されているのがどうしようもなく悔しく思えた。俺は本気だよナチ。ここも前回と同じかな。ちょっと違うような気もするんですが、いかんせん記憶があやふやです。流れ変わったかな。分かってる分かってる、ハルルのこと俺もすっげー好きだし。どこが分かってんだよ、全然伝わってないの。ナッチに俺が本気だってことをどうしても証明したいと思った。だから、いいのか？やっぱり流れ変わってんじゃん。すっげえ、やったぜ。やったぜ。すごい、笑いが止まんないね。ここ絶対サムネにしようぜ。いいね。イケメン男子たちのこの慎重さキス、いいですよ。流れ変わったぜ。口で言ってもわからないならと、悔しい気持ちでいっぱいだった俺は、勢い余ってナッチの方にキスしてしまう。なんだ今の。ちょっとあっけに取られているところなんですが、やったね、流れ変わりました。はい、ということで、次回どういう展開になるのか楽しみなんですが、今回この辺で以上とさせていただきます。次回もお楽しみに。さよなら。